ウラジーミル・タトリン・タトリンの第3インターナショナル記念等、ウラジーミル・エブグラフォービチ・タトリンは、ロシア帝国出身の画家、彫刻家、建築家、デザイナー、舞台美術家である。1885年、ロシア帝国領下にあった、ウクライナのハリコフで、義手の家庭に生まれる。若い頃は、水兵として、エジプト・シリアなど各地を航海した経歴も持つ。1909年、 モスクワの絵画、彫刻、建築学校で学ぶ。1917年のロシア革命後は芸術学校で教鞭をとり、人民教育委員会モスクワ支部長に就任。カジミール・マレービチらと共に、1920年代、ソビエト連邦のロシア・アバンギャルド及びロシア、公正主義の代表的な作家の一人に挙げられるが、彼自身は、その活動に加わりながらも、 マレービジラとタモトは勝ち、最も構成主義を批判した作家でもある。代表的な作品に、第3インターナショナル記念塔、航空機械、レタトリンなどがある。特に、高さ400メートルに及ぶ、螺旋系の鉄塔を構想した、第3インターナショナル記念塔や、壁の隅に張り渡した、カウンターレリーフと呼ばれる彫刻は、構成の建築家、芸術家に、 大きな影響を与えた。晩年は鳥の飛び方の研究を行い、飛行技術の発展に役立てようとしていた。彼はモスクワの墓地に葬られている。30セントメリーアクス。ありがとうございます。